さあ、というわけで本日はスカイハイポスターツアー初日でございます。まあ、初日っていうわけで今からグッズの方行きたいと思います。暑いです。さすがスカイハイ晴れ男。でも T シャツやっぱ可愛いな今回。あれ、うん、バックプリントやつあれ可愛いわ。あーやばい、音がちょサークネバレーコー。あともうちょい会場やもんな。でもいや感動したけどな、マジで武道館よかったな。武道館とかのツアーっていうのかな、ウィーリブツアーほんまに伝説やもんな。他のまあバンドとかのライブも行くわけや、うん、まあそりゃええけど、うん、なんていうかな、演出がやっぱちゃうやつ、うん、私 MC が刺さるんよね俺マジで。1秒たりとも開けさせない的な。あ、いいこと言った。それが今回アリーナになってパワーアップして帰ってきてるわけやから期待度がえぐいわ。でホールなんて2000人ぐらいやもん。それが1万人以上入るアリーナに変わったって、そう考えるとやっぱすごいな。この大阪の前に東京やってたんやけど、東京の公演で何年後かにはドームやりたいなっていうぐらい見せるし、そうやるやろな。だって言うたらホールツアーをずっとやり続けてアリーナツアーまで来て、でこっから一気にまた、まあ、BMSG の影響もあって多分また伸びると思うから全然いけるよ。俺らフライヤーではそれをもうすごい楽しみにしてるからぜひぜひやってほしいね。ドームってなんかどうなんだろうな、あんなだって確かに演出の幅が広がるんちゃうかなって思うわけ、うん、あそれこそさ西とかの方がさソロでさドームとかやってるわけやけど、もうすごいほんまに。あそうなんや、うん、それこそ映像とかどうなんだろうなと思って今回映像の作り込みとか、うん、そういうとこめっちゃ気になる今回。スカイハイのグッズをみんな身にまとって楽しいね、こういうの見るのも。まあ自分もこれね前に買ったやつやけど、このフライヤーズグッズを持ってる人は相当なねファン歴やから。一番古い、まあ、ツアーじゃないけど、うん、グッズでいうと2014とか13とかそこら辺なんかトリックスターらへんやからかなり古いな、そこら辺は。ちょうど今解除したばっかやな。まあ、普通やったらな解除してすぐ入る人ってなかなかおらんけど、うん、今回はオープニングアクトがその始まる前にあるからっていうので、それ目当てで最初から入る人も多いよね。まあでもその方が早く入った人も楽しめるもんな。うん、いわば。いやすごい人。明日どうした？早く来るやろ。うん。早くインするというか。うん。いや明日撮影とか。そう、写真とかはもう明日や。今日はな、もう会場の下見みたいな感じで思ってるから俺は。本番ないし。そう。下見とあとはどういうところに人が溜まってるんかっていうのを見て、明日どういう風にインタビューしようかなっていうの。いやー緊張するよ。これ緊張するで。あれ人に声かけんの。すごい。これはようやな。ではでは初日もうちょっとで入れるので楽しんでいきましょう。というわけで初日ボスダム終わりましたけれども、ちょっとやばいっすねこれは。ちょっと楽しすぎたっていうか、もう最高がさらに上書きされたそんなライブでしたね。これがなんと明日もあるっていうわけで最高じゃないですか。まあ俺ら的には明日が本番なので最高の 2days にしていきたいと思います。それでは初日お疲れ様でした。まだねその会場までも時間あるから割とお客さんがいろんなところに散らばってるような気がするので、まずはねお客さんがどういうところにねいるかっていうところ、まずそこのリサーチからせんとあかんから。いやー今回もね緊張しますよ。だって4ヶ月ぶりぐらいにインタビューですからね、なかなか声かけるっていうのはハードルが高いですよ。会場をぐるっと一周していろんな人にね声かけるようにしていきたいと思います。いやファーストアタック失敗した。あかんかった。いやこれで100発100中は無理やった。頑張ります。あの死ぬほど緊張した。俺絶対やりたくない。はいはい最高最高じゃあありがとうございます。こうやってみんな打ってこうやって。
こっち行くん、うん、あっちの方も行けるんだよ、こいつちょっと後でみんなちょっと動画映ってほしくて、すごいカメラ、ちょっと後であの質問したいから。 YouTuber だ、そう YouTuber ですか。 YouTuber、 YouTuber、 楽しいなこれは。楽しいね、これは楽しい。ダンクの動画送るわ。いや、欲しい欲しい欲しい一応こっちでも撮ったけどちょっと遠かったから。あー、待って、いいわこういうつながりあるの。え、めっちゃこういうの好き。ダンクね、まさか俺も踊ると思う。でも呼んだんよ。そう、フラーってフラーって言ったら踊るんやって。踊ろうみたいな。そう、ダンスも好きやから。そうです。うん、いや、めっちゃ良かった。リナの足に合わせてこう踊ったらちょうど。ダンスにダンスやっとくかも。リナに合わせよう。ちょっと一旦クールダウンして。友達にずっと待たしてる。大丈夫です。大丈夫です。こういうのやってるの知ってるから。じゃあ行ってこいって。それはいい。すごい、楽しいなこういうの。はい、というわけでオーサムツアー2 days 終わりました。もう完全燃焼ですねこれは。あと半年ぐらいは気力で頑張れそうな、そういうエネルギーをもらえたような気がします。今年1年はなんとか乗り切れるんじゃないかなっていうふうに思うので、自分が掲げた登録者年内2000人もとりあえず頑張ります。ちなみに今日ありがたいことに登録者数500人突破しました。まあ、これもね絶対ね、あのスカイハイのエネルギーをもらったからチャンネルが伸びたんじゃないかなっていうふうに思ってるので、やっぱりスカイハイってすごいね。っていうね、まあ、よくわからん話もしつつ、本当にでも今日っていうかこの大阪 2days 来てた全ての人がね、おそらくいろんなエネルギーをもらえたと思うので、まあ自分もまあそういう存在になれたらなっていうな、まあそういうのも考えつつライブ楽しみました。まあこっから別に俺らは何もしないけど、まあ打ち上げみたいな感じで焼肉行きます。肉食べます。ちなみに昨日はこうみたいに飲みました。というわけで最高の一日を最後は締めくくりたいと思います。最高でした、オースター。 Yeah.